チャンネルです今回も中国戦ワールドカップアジア最終戦の第6節のアウェーですね今回インドネシアアウェーそして中国アウェーとアウェーアウェーの戦いで大変な試合だったと思いますそして中国もやはりホームということでねもう歓声を含めて中国の対策に対日本に対する対策もあったので え前半はね特に苦労したんじゃなないいかなと思いますそれでもやはりきっちりセットプレーで取って、えー、試合をものにするという日本の強さを見えたんじゃないかなと思いますね。えー、まず、えー、中国の対策で日本だからなのかラインを 1m ずつぐらいですか狭めるって、うん、すごい。 こう変わったんなことあるのと思いましたけれどもやはりこのサイドのラインが 1m 下がるってことはサイドのもちろん距離が変わるわけだしそしてその距離変わると縦の角度とか斜めの角度とかそういうところが変わってくるということで今までの感覚とはまたちょっと違った角度になるんで少し。 持ち出さななきゃいけないけとか角度をつけなきゃいけないっていうのが一つ言えることとあるいは、ね、中国が対日本ということでやっぱサイドの対策をすることでやっぱ横のスライドっていうのがやっぱり、ね、ちょっとの距離ですけれども大きな効果はあったんじゃないかなというふうには感じます。ただね結果、まあそこを これね、買いくぐってじゃないですけど3対1で取れたというのは良ああかったなと思いますそしてその対策を打開しようとした、まあ、後半ですね大きなサイドチェンジを中村から移動に日本するということをしたんですが。 まあこれをねもっと早く気づいてやるべきだったのも一つあるのかなっていうところはありますねやっぱりこうインドネシア戦もそうですけど前半、まあ、苦労するとか、まあ、環境もそうですけどピンチを迎えて止められたっていうのもありますがやっぱり相手のペースになった時とかなかなかこう打開ができない時に何をするかっていうのを早く対応できたら良かったんじゃないかと思いますただこの中国戦はメンバー変わったっていうのもありますしね うんまあ、その部分ではな探り探りな前半だったなといいう,うには思いますやはり特徴をどう生かすかっていうことが一つの課題ではあるのかなと思いますね。やはり日本は対策を取られるということでは再度を抑えられるそしてインドネシア戦でいうと対応した相手に対し自分たちも三笘が中に入ったりとか。 守田やあ森田があ前後変えて相手を縦に揺さぶりをかけたりとか、まあ、そういうことをねこうしたわけですが今回の中国戦でいうとなかなかそれがなかったな中村と南の、ね、右でいうと伊藤久保じゃあそこから次の工夫っていうの小川が裏を流れたか。 あね、孤立する場面も多かったので小川が孤立してるとやっぱり中盤の選手からしたら縦パスっていいうのはなかななかか入れられらですねもう最悪の取られてもいいやっていう感覚だったらありえますけど崩しということに関しては小川に当ててじゃあ車道で南野が前向いてとか久保が前を向いてとか、まあ、そういうことがなかなかできなかった。これが まあ苦労した部分の一つですねそしてそれがボランチのところなのかセンターバックのところなのか、まあ、板倉のところなのかっていうところでのボール運びがうまくいってないっていうことも一つのの要因ですこのインドネシア戦でいうと鎌田森田が外に流れて相手を引き出したりとか。 後半ね鎌田が入ってきて降りるタイミングで相手のいいところに入ってそこに一旦当てることによって次のワンタッチワンタッチっていうところをうまくスペースを使いながらできたりとか、まあ、そうなってくると今度は田中碧が前に出ていくという。 特徴を活かせるということに繋がっていきますやはり、ね、こう最初にも言ったように逆サイドの展開をして伊藤のスピードを活かすための1対1をさせるっていうのでは僕は大きなサイトチェンジを有効的に使った方が良かったなと思いますこれね、えー、経由して展開すると伊藤は1対1なんだけどカバーリングの距離がやっぱり近くなるんですよね相手のまあ、そうなるとかわし切ったところで いいいチャンスは生まれないでもサイドチェンジにした時っていうのは1対1でちょっとかわしたらもうフリーで、ね、クロスを上げられるそうするとやっぱりいいボール相手の怖いボールを上げられるっていうのもなるじゃあ今度は田中をうまく生かすっていうことで考えると田中はゲームを作る選手ではあ、ね、特徴のある選手ではないのでやっぱ前でどんどんこう長距離走ったりとかプレスかけたりとかやっぱあ後ろから飛び出してくるっていうことが相手にとっては嫌な。 あ持ち味の選手ですんで、まあ、それをどう生かすかっていうのが周りの選手はなかなか生かせなかったなと思いますねこれ中村にしても南野にしてもそうなんですけどやっぱボールを運べなければ南野が下がってボールを受けるっていうのはね何回かできましたけど南野はやはりこうゴール前そしてバイタルエリアといわれるペナルティエリア付近でもらうのがやっぱりこう怖い選手その特徴も生かせなかったなという感じはしますよね。 まあ、その久保も何度か自分で打開したりとかして、えー、見せ場は作ってくれましたけどやっぱりもっともっとこうワンタッチで、えー、パンパン崩す場面が多か,多かったらもっともっと久保の怖さ良さっていうのが出せたと思います。なので、まあ、今回ねなかなかこう苦労したところは一人二人の もう関係性しかなかったっていうことは言えるんじゃないかと思いますねそして生かし合うことができなかったという感じですねまあ、そこがねうまく噛み合った時っていうのは非常にいいリズムになると思いますまあ、それでもやっぱり良かった点というのはやっぱりそれでは中国をどんどん,どんどん走らせたということですそしてスペースができて後半ある程度安定した戦いができたそして鎌田が入ってきていいスペースを使えたあ そうすると久保もいい場面が増えたあ田中が出ていけたあとそういってねいい場面がどん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 やっぱりこう出ていくっていうことにはなっていきます。今回のゲームではやはり久保が一番良かったですね MVP と言っていいと思います。ままあそれはね彼の体の体も出てししたし ちょん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 っていうドリブルをするのがそのちょんの時にこうアウトサイドでパーンって出したりとかインサイドでパーンって出すっていうタイミングっていうのはディフェンダーにとってはこうドリブルするから前に行くのかパスを出すから構えるのかっていうのがこう決めきれないくなるんでやっぱそういうところは今の久保のね調子の良さに出てたんじゃないかなと思います。 これなかなかね、まあ、メッシーみたいなんですけども、なかなかこれができないんですけど、久保はああいい姿勢でいい状況でボールを持ってますね、えー。そして遠藤もね、守備のところではもうかなりの今日はボールダッシュっていうことはあったんで、えー、よかったです。うんまあ、よかったのはね、本当、町田もそうですけど、ありますが、町田はインドネシア戦よりは、 あ中国戦の時の縦パスって見えてるけどちょっとねこうパスがずれて、えー、繋がらなかったっていうこともありましたんでなんとなくこう安定はしてるけれども効果的なっていうことではなかったただ守備のところではやっぱり一番安定してたなと思います。うん守備ののととこころろでね、やっぱ失点のところは、 あ言わざる得ないといととうことですかね。やっぱり守備のところでの、まあ、板倉にして、まあ、板倉も守備を安定させるのがこう持ち味ではなくて、えー、インドネシア戦の総評の時も言いましたけどもやっぱこう積極的に前 ととかかパスカットとかやっぱ奪い切るっていうのが彼の特徴ではあるんでそしてボール持ち運べるっていう特徴でもあるんでやっぱこう真ん中をするとやっぱリスクも考えるとちょっとこう後ろの重心になっちゃうっていうのもこれわかるんですよでもやっぱそれは板倉の良さはいきないなっていう感じはしましたね。ただ これディフェンスラインもそうですが板倉がね1戦目よりは2戦目のほうがラインの作り方っていうのはより良くなってるしこれ積み重ねていけば板倉でも真ん中はできるようになるでしょうだから谷口でも板倉でもいいっていう形は出てくるんじゃないでしょうかただねやっぱりそれは時間かかるんで、えー、この2戦安定しなかったですセンターバックが競り合った後のこぼれ球はピンチになってるし そのカバーリングっていうことではセンターバックのように板倉が守備した時にはもうガチャンってこう潰しにいけるんだけれどもやっぱ3バックであるからちょっとリスクを考えて1回構えてしまったそしたら相手にドリブルされてピンチになるっていうねやっぱそういうところもやっぱちょっとギャップができたりとかスムーズさに欠けるんで守備の安定感の安心感っていうのはこの2試合少しなかったなと。 これは試合重ねるるごととにできてくると思いますうんやっぱそこをどうやって森保監督がやっぱ真ん中を板倉で使ったということはそういうふうに、ね、今後も谷口がいなかった時に板倉そして冨安が帰ってきた時にまた板倉を出すか冨、まあ、安をねこうセンターバックにするかとかこういうふうに繋がっていくんじゃないかな、まあ、今回こういうふうにして次3月のシリーズでいうとねもちろんワールドカップは 勝てばが決まるっていうこともあるでしょうけどやっぱチームを作り上げるということではまた怪我人が戻ってくるんで森保監督がどういうふうに使っていくかなっていうふうには思います、まあ、その時にこの能力がどれだけ上がってるかっていうかね調子が上がってるかによってまたこの選択左面ンの選択っていうのは変わってくるでしょうし。 もうその辺でいうとねやっぱもう交代した選手がやっぱ活躍するっていうのはやっぱり日本の強みですよね、えー、ペ,ーペースをね相手に握られてもしっかり自分たちのペースに戻すことができるもう後半はもう余裕で鎌田がタイミングよく入ってくるしそうすると田中碧は前でいけるようになるしそしてそうすると中盤の選手がボールを持つ機会が増えるんで古橋の裏に抜ける動き前田が出てくる。 三笘がドリブルで仕掛ける位置が高いとか中村もねそういう高い位置でドリブルできたらもっともっと彼の怖さって出せたんですけどそこまでやっぱボールが運べなかった、まあ、そういうことでも交代した選手がねどんどん活躍することっていうのは非常にチーム力が上がったなというような試合ではありましたうん他のねここダントツで日本がこのグループはトップですが 他のグループがねこうつまずいてるというか、まあ、そういうこともあってえ次のね3月シリーズで決まるとは思いますがあーやはり世界を向けたということで考えると今度今はアジアですんで攻撃攻撃っていうことになってるでもやっぱりこう失点したとこのように防ぎに行く。 ところでかわされるまあ、中盤のプレスをかわされるもしくはこぼれ球が後ろに落ちて拾われる、まあ、そんな時にどうやってカバーをするかっていうのはもっとこう集中しなきゃいけないというかその安定度っていうのは考えなきゃいけない部分かなと思いますね。まあ、そここねやっぱりこの場面で言うとが遅れて 守備をしててくれれるんだけれども、やっぱりラインまで下がらずに中盤のスペースを埋めに行ったやっぱそこの選択っていうのは、ま、間違ってたあ結果論ではありますが間違ってた、まあ、そこをカバーしに行ったところで、えー、セコの後ろにもう一人フリーができたっていうことにもつながりましたんで。 でね、せっかく伊藤が戻ってきたにしてもあ遠藤が戻ってきたにしても遅れてるっていうことにはつながりますよねやっぱそこは一つ一つ交わされた時に次の対応っていうのをサボらずできるかどうかっていうところにはなってくると思います。こここは厳ししいいかももれないですけども遠藤が言っったことによって じゃあ、次のスペースを誰が埋めるかじゃあ、久保が埋められたんだけど相手,に相手が出ていった時にそこについていかなかったあじゃあ、あそれをカバーする時にそもう一人カバーがあー逆サイドから来るとかね、まあ、そういうことができていたらいいんですが、まあ、そういう点では、ね、橋岡を入れて守備の安定を図ったっていうところは、まあ、森保監督がねこうその試合の修正ということをしてましたし。 まあどっち何を選ぶかっていうか攻撃的に行くから今ワイドの選手を攻撃的な選手にしてるわけですしまあそうなると守備のところでおろそかになるのは致し方がない部分があるんでやっぱそこをどうやってどこで止めるかエンドのところで止めようと思って止められなかった。じゃあ次の ドリブルされた後にどうやって止めるかっていうところもチームで、ね、はっきりとファウルで止めるなら止めるなんだけどじゃあどっちに追い込むかっていうことをしていけば遅れて瀬古あそこの真ん中に行かなくてもじあの最初の段階で絞ることができてたと思います。 そういういちょっとしたず、ね、れっていうのを早く修正できる力安定ができたらあ日本は安心してもう守備のところでも誰が出てもっていうことにはなるんじゃないかなというのには感じたあ試合でした、はい、今回もね、えーまあ、セットプレーが多かった分起点っていうことはなかなか言えなかったですけれども試合をしっかり決め切るというところでは日本の強さを発見できたあ試合ではあったと思います。 またね、えー、来年になりますか、あー総評でね、えー、していきたいなと思いますが、まあ、ワールドカップは大きく近づいた今回のアウェイシリーズだったと思います。またね、チャンネル登録、いいね、えー、またコメントもいただければと思います。それでは。